ク目グミアス氏は、中華人民共和国の官僚、政治家、暗記省あたり、塗り県出身。現職は、中央政府中本港連絡弁公室主任、国務委員会、沖事務弁公室副主任、中国共産党中央香港工作委員会初期、全国人民代表大会財政経済委員会、副主任委員、香港特別行政区政府国家安全事務顧問。 1954年10月、安記賞あたり、塗り剣で生まれる。文化大革命中期の1970年9月より、安記商場安山市の自己公社で知識青年として労働に従事。1971年10月に安記商場暗山鋼鉄工師の第二製鉄所に入って労働者になった。1982年に、 安記大学経済系政治経済学科を卒業後、同年、安記省人民政府弁護庁に入庁。以後、安記省対外経済貿易委員会委員申書、副所長、技術輸出入所、副所長、所長、安記省対外経済貿易委員会副主任、安記省対外経済貿易庁副長長、東組、副書記、安記省人民政府副秘書長、 安記省人民政府弁公庁主任を歴任した。1999年10月、ラクメグミアス氏は中国共産党安記省委員会宣伝部部長となり、同年12月に中国共産党安記省委員会常務委員に昇進し、副武器を昇格させた。2003年4月、党務に転じて青海省に赴任し、青海省党委副書記に就任した。 翌年12月には、同省党候校長を兼任。ついで2004年12月、両寧省党一書記に転じた。2010年1月12日、青海省、第11期人民代表大会常務委員会第13回会議で、落恵康氏を青海省副省長、大事省長に任命することを決定しました。二千十三年三月十九日、青海省党一書記に昇格。 青海省第12回人民代表大会第2回会議で楽恵組康氏は青海省人民代表大会常務委員会主任で各方は青海省省庁に選ばれました2016年6月29日大樹林の公認として三成省等一書記に任命された翌年1月同省人大常委会主任を兼務2017年10月 第19回党大会で党中央委員に選出される。2019年11月30日、楽恵康氏は年齢問題で賛成賞党委書記を退任した。12月28日、第13回全国人民代表大会常務委員会第15回会議は、楽恵康氏を第13回全国人民代表大会財政経済委員会副主任委員に、 任命した。2020年1月4日、大市民の公認として、中央政府中香港連絡弁公室主任に任命された。翌月13日、国務委員校、沖事務弁公室副主任を兼務。同年7月3日より、中華人民共和国香港特別行政区国家安全、維持法の成立に伴い、香港特別行政区政府の国家安全事務顧問を兼務。 8月7日、香港国家安全維持法の施行に関与する人物として、アメリカ財務省による米国内資産凍結、米国人との取引禁止の制裁対象に指定された。ありがとうございます。